いやー、なかなか硬かった。開きました。中古の、おぉ、これはいいもの出たんじゃない？アイアンナックル、でも、1のやつが9だったよ。9と8だったよね。3しか上がんないんだ、ベースダメージ。まあいいや、ちょっととりあえずこれ取っときますね。で、アイアンスレッジハンマーは、やっぱり、あんまり良くないね。じゃあこれちょっと、バイバイして、ショットガンチョークモッド。これは使えるんじゃない？これが欲しかったんだよ、これ。ね、弾の広がりを抑えるやつですね。で、これはインパクトブレイシングモッドだって。レデュースフォー、フォールダメージを抑えます。わかりました。ハンティングライフルね。79って高くない？ 76 だって、さっき使ってるの。はい、オッケー。これがちょっと使ってみたいね。どうしようかな。使うの難しそうだけど。こっちは何でしょう。レーザーサイトモッド。ヒップファイヤーのあれか。集団率は、そうだね。エイムを素早くして、ヒップファイヤーのアキュラシーを上げますだって。精度を上げます。また、アイアンスレッジハンマー押し。オッケー。じゃあ、とりあえず、これで終わりかな。いやー、結構時間かかっちゃったな。なんか骨折したり、なんだりかんだりで。さあ、荷物の整理終わりました。ここもなんかあったんだね。犬がいるっていうのを覚えてんだけど、あと他全く覚えてないや。ちょっと ラジオステーションの前に一回見ちゃったけど、あっちの方でね。ちょっとやっていきたいと思います。ワンちゃんで、腐肉をいただきに来ました。腐肉は、ハンティングナイフ。はい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 。さ、一回見た場所なので、ちゃちゃっと見れればいいけど、そんな簡単に行くかなと。がっつり攻め込んでいこう。これで。上ワーキングツールね。ここには誰もいない。はい。ここに置いといて、前も置いたよね、そこに。ロックされてる。起きて、ゾンビさん。と思ったら外だった。そう、燃えてる人がいたんだよね。そう。ただ、これ気づかれちゃうんじゃない？あ、気づかれない。よし。倒した？あ、倒したみたい。この上立ってると多分燃えちゃうと思うので。いるかな？いらっしゃらないね。ここはもういないのか？上になんかあんだ。それは見てなかったような気がする、前も。上に行きたいんだけど、これどうすればいいんだろう。パイプボムしまってフレームブロックで上上がっていく。なんかここも壊れそうだけど、あー壊れた、やっぱり。よいしょ。あ、いた。なんか音何も寝てる人もいるけど大丈夫かな。あー、そこにもいる。ちょっと素早く排除。うおぉ！うおぉ！びっくりした！びっくりした！なんだお前！何必殺技使ってんだよ。はい、降りてきて降りてきて早く。あー、よいしょー！おやすみなさーい。で、あとはもうないかな？こっから前来たんだよね、なんかね。そう。そっちからね。はいはいはい。覚えてる。今回はこっち側から攻め込んじゃってますけど、ここがメインかな？いやー、いらん。弾だけいただいとく。M60 まだ来ました。M60 いただきました。こっちの方がダメージ、はい、ちょっと低いかもしれない。スチールスレッジハンマー来たよ。スチール。アイアンから卒業じゃないの、これ。どっちがいい？ 35 から？おー !44 になるって。モディファイで、ちょっとこれとこれしまって、こっち切り替えましょう。さ、ベアーデンに帰ってきました。もしかしたら、もう一回クマが狩れるかもしれないので。あ、クマはもういないんだ。リスポーンなし？それとも、もうちょっと待って、あそこいるんじゃない？あ、いる。いるけど、ここ、多分入ってこないでしょ。やつする。ほら。入ってこれるかな？入ってこれたらやばいんだけど。つまっ、おお、怖いんだけど。うわー、よいしょ。ちょっとすげえ怖いんだけど。
近接で倒すの初めて。よいしょ。ちょっとこの邪魔な子も、そこ脱げてきたら大ピンチ。よし。ほら。おお、倒した。倒した。いや、いいところから侵入したね。これ定期的に来よう。これ、報酬が美味しいので。あー、でもあんまり不肉手に入んないんだっけ？ちょっとすごいとこにはまってるね。はい、オッケー。もう一匹どこ行っちゃったんだろう。いなくなっちゃったね。もし、いきなりドワーンと。あ、わかった。ここにブロックがあるから蘇れなかったんだ。多分。そうでしょ、多分。ちょっと壊しといてあげよう。失敗したな。ちょっとこれも回収してっちゃいますね。さあ、お家に戻りたいと思います。本日の探索はここまでだね。あと残すは数軒だね。ここと、その目の前のお家とあっちの奥の家で終わりかな。もう多分終わりですね。で、あとあっちの巨大な町のところで遊びに行きたいと思います。夜は採掘ですね。ホリホリ火薬とかバンバン作って次の報道に備えなければなりません。おはようございます。17日の朝になりました。16日、すっかり抜け落ちてますけれども素材集めたりね、午前中は、車を解体して回ってました。で、午後はこっちの後ろ側をね、木植えてたりしてたんですよね。で、その部分と、あとちょっとね、ご飯が足りなくなったので、肉ですね。肉が足りなくなったので、こっちを探索、こっちの右上の町ですね、右上の町をぐるっと探索してたら、ここにね、ボアの家があったんですよね。ボアを飼ってる家、そこをね取り逃がしちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。で、そこを探索したら肉がねすごい手に入りました。また再度行くので、3日か4日後にね、またボアがリスポーンしてると思いますんで、またその時遊びに行きたいと思います。ってことで、肉事情がねすごい上がったんですね。スーパーコーンっていうね、ものも手に入ったので、ちょびっと種にして、ここに植えております。ここかな、スーパーコーン3つ。これね、何にも料理には使えないんだけど、スーパーコーンってね、効果を見てみるとですね、スタミナが20、まあ空腹度が20回復するのと、ヘルスね、そのまま回復しちゃうんですね。体力が20も。なので、これさえあれば、まあちょっとフードポイズニングがあるけど、なんとか生きていけるということで、食料事情が大幅に回復した回でございました。ということで、本日は何をするかなんですけれども、フォージでスチールが作りたいんですよ。スチールね、フォージドスチール、これですね。ただそれを作るためには、このね、クルーシブルっていうのが必要になるらしいと。クルーシブルですね、クルーシブル、これ。ただこれはね、拾ってくるか、この設計図を拾わないといけないので、やっぱり本が絶対必要なんですよね。ってことは、本は、民家巡りをしなければなりません。さあ、あとね、紫色のアイアンナックルが手に入ったんですよね。8とか、9のダメージが多い中、12まで上がっているものになります。あんまり強いとは思えないけど、ちょっとパークをね上げないと難しいと思うんだよね。で、これやっぱり叩かれちゃうわけじゃないですか、近接なので。しかも超あのレンジが短いんでね。これ1個目のねスキル入れると、読んでみるとね、パンチズっていうヘッド、ネゲイトインフェクトアビリティと、ゾンビの頭をパンチすると多分歯が抜け落ちてですね、感染症になるリスクを減らしますって書いてあるんですよね。回避しますって書いてあるんで、ちょっとそれが面白そう。1次入れてみよっか。で、戦いに、備えたいところですけれども、本日は、どこだっけ、どこの家を巡ってないんだった、こっから見たんだよね。で、多分ね、ここら辺見てないんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと行ってみますね。はい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 。この間途中だったんだよね、夜時間がギリギリで。で、ここの民家が全部、あ、ここ石炭掘りあんな道渡り作っちゃって。さあ、ここの探索が全部終わったら、次は町向かいたいところなんですけども、
昨日のお昼にねぐるっと回ってきました。この下の町も、トレーダーがないかなと思って探してるんだけどね、ないんですよね。どこにあるんだろう一体。困っちゃうな本当に。ということでこっちから行ったんだよね。そのガレージから侵入したような記憶があるんですが、あれまたゾンビ湧いてるかな。ちょっとこれ使ってみますね。はい、頭狙ってパーク。あ、ここは見たよね。ゾンビさんがどこにいるのかな。あ、これ外にいるんだね多分。ちょっと片付けますね。ちょっと練習で使ってみないと。よいしょ。あ、結構リーチあるね。お、結構面白いかもしれない。うらい。これ面白い。はい。ぜひパーク1だけ上げときたいね。感染症予防にもなるということなので。で、セメントとかも拾っていきたいんだけど、それやってると長時間かんだよね。ごめんなさい。じゃあちょっと、そこでカットさせてください。さあ、こちらの家はもう終わってたみたいだね。じゃあ次こっちだ。オッケー。じゃあ、ちょっと硬かった。キーだと思ったら。正面突破しまーす。一応複数はパンチでは対応できなさそうなんで、複数こういうの出てきたら容赦なく使っていこう。で1人になったら、パンチ。やっぱ食らうよね。パンチ。オーケー。結構面白いねこれね。ほら。でも食らう。ちょっとなんでパンチやったら。ほら。これはどうなんだろうね。もうちょっとパークとか上げないとベシベシ殴られる気がするんだけど。でも面白いよ。結構まあ、回復数、おー、いっぱいあるね。ちょっとなんか走ってるしね。ちょっとここ開けた方がいいかな、まず。この人倒した方がいいぞ、そう。なんかね、ゾンビが走り、昼間なのに走ってて、腹が立ちますね。オッケー。立ち上がれよ。立ちながら、お前すごい腹筋だな。なんでお前走ってんだって。だから、おい、おい、よし。面白い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 。で、ちょっと待ってね。さあ、キッチン周り見ました。次は、お目当てのこれですよ。本棚。やっぱ民家の方が暑いね。絶対に。160だったら売る予定だけど、いや、読みます。あとは、おお！来た！トリプルストレージポケットマット。これは超ありがたいですね。これは何に使えるんだろう。ちょっと待ってね。トリプル。アーマーにつけられるのかな？アーマーだね。インストーリングディスモディフィケーションイントゥイアーマーだって。3つね、この、なんだっけ、制限が解除されるらしいんで。さあ、今装備してるものだと、1つしかね、プラス枠がね、プラスされませんけど、それが大幅に3つになるってことなんで、3倍ですね、一気に。エンプティー。あ、もう終わり？オッケー、じゃあ、いや、これはありがたい。ただだよ。ただ、不意ごとがなんかその、フォージのさ、やつは、いつ見つかるんだ。スチールツールせっかく使えると思ったんだけどな、それが出ない。トレーダーにも売っているらしいので、もう一回トレーダー行ってみてもいいかもしれないけど、どうだろうか。ちょっと待ってね。いろいろ、この1階部分を全部探索済ませちゃいます。どうだ。うわ、いっぱいいるんだけど、ちょっとどうしよう。これまた走り始めるかな。こっちの人先、なんで走ってんの。昼間なのに、みんな容赦なく、レベルが上がると容赦なく走るんだね。オッケー。いやちょっとあった。後ろに下がりながらじゃないとダメだね。離せ。あ、ちょっと待ってちょっとまだ生きてんの。安心してたところ、もうね、結構回復アイテムはあるんで、これをこういうので遊んでもいいかなと思っているんですけれども、これで近接のね、実力を、プレイヤースキルを上げていきたいところ。これ今まで無視してたけど、こういうの壊した方がいいのかな？なんか後ろにあったりする？あ、窓か、ただの。もしかしたらあるかもしれないのかな？お！アートオブマイニングだって、ここにも入ってんだ。ゴミ箱に。
マイナーズ、スライドのコーヒー、ハーベスト 10% more from the オールオレ、これのバズドのコーヒー。コーヒーの効果中は 10% 採取量上がるんだって。いや、これもまたいいんじゃないですか。当たりのような気がする。で、ここは、あ、外に繋がってんだ。これ確かメカニカルパーツ出なかったっけ？ゾンビさんがいるな。じゃ、これちょっといただいていきます。はい。で、あとは、これいただいて、いやーでも建築18日のお昼から始めるって言ってたけど、ちょっともうちょっと素材集めなってやばいな。石がね、足りてないと思うんだよな。あとコンクリートとか、どんどんやりたいところなんですけれども、夜だね、それはね。素材集めの続きは。とりあえず、まだね、スキル本が全然足りてないので、どんどん回収していかないとまずいですね。個人宅に侵入して、本屋さんがないので、うん、新しい町見、ね、見に行ってもいいけど、今ある既存の家のところでね、探せるものはどんどん探していった方がいいような気がします。じゃあ2階行きたいと思います。1階はだいたい終わったかな。終わったね。はいはい、じゃあ2階行きまーす。さあ、屋根が壊れていて OK、 よし、パンチ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 、よし、まだ生きてる。パンチパンチ、逃げる逃げるパンチ、強攻撃もうまく使って、結構ねスタミナの消費が緩やかになったんで、パークのおかげでだいぶパンチしてんだけどななかなかまだ蘇るか。頭頭頭、よし倒した。いやでもあんまりなんか強いような気がしないけど、パークに振ってみたいところだね。あれもこれもやってると多分なんか機能貧乏的なね、感じになっちゃうと思うんですが、でも何がね自分に合ってるか分かんないからね、まあ、今回はいろんなものを振って遊びたいと思います。あんまりね、これって決めないでね。はいはいはい。で次はいるのか、どこにいんだ。ああ、ここにいるのね。ちょっと怒って走り出さないでよ。バッチ、まだスタミナ大丈夫。結構タフだ。うわー、怒った、怒っちゃダメよ、あんた。はいはい。あと、複数は絶対無理ですよ、これね。お、43だった。ちょっと面白いよね。面白いので、ブローラー追加しましょう。はい。ちょっと音がするぞ。どこにいるんだ、こっち側か、どこだ、あ、これ上だな、多分。ん、下か。あー、いた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 。外から遊びに来てくれたみたい。はいはい。あいよ。あいよ。頭狙えば、インフェクティブにならない。あ、感染症にならない。オッケー。面白い、面白い、面白い。これ面白いぞ、結構。はいはいはい。意外と、意外と近接でもね、なんか、ちょこちょこひるんでくれるんで、楽ですね。あの、攻撃を、相手の攻撃するモーションをキャンセルさせるみたいな。これは、どんな感じ？ちょっと非常に怖いんですけど、やば、やっちまったっぽい、やっちまったっぽい。こういうところはこれで緊急離脱。あ、1人しかいないの。1人倒したらこっち、わあ、2人になった。こいつ大っ嫌い俺。あ、ちょっと待って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 、痛いな、この野郎、この野郎、この野郎、ちょっと足が折れるだろお前もう倒した。あ、ちょっとリロードしとこう、ちゃんと。はい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 。見事に落ちました。ということで、ちょっとここ見ておこうか。これもね、解体するとメカニカルパーツね、いただいていきます、いただいていきます。はい、では見ていきましょう。ステロイド、あー、これいらないな。はい、ガラスもいらない。もうすぐ持ち物がいっぱいになっちゃうんだね。はい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 。で次はこのボックス2つ見ていこうか。はい、 OK。 じゃあまずはメインディッシュは最後の方に。AK47 ってこっちの方が強いね。まあいいや、これは直して売ってもいいし。次、スチールだって。これヘビーにするとスタミナの消費がもっと激しくなるのかな。ただね、このエフェクトレジスタンスがやっぱ欲しいよね。ちょうど手がね大したものじゃないので、これ着ておきたいと思います。さあ、ワーキングスティフボックスはアイアンドアか。アイアンドアね、まあいただいとく。これはいらないや。はい、じゃあ、あんまりいいものではないです。
うわ、これロックされてる。じゃあちょっとこれロックピッキングで開けられるかやってみます。さあ最後までいくかな。やっぱ無理だよね。そこまで時間かけて最後の1秒未満でだいたい壊れるんだよね。これスキル上げると割れる確率がね、下がるって書いてあったけど、あ、3つか。なくてもいいか。おー、SMG いただきました。SMG、拳銃弾使えるから、まあ、便利っちゃ便利だね。これはなんだこれ。ラットリムーブ、リムーバーか。モッドスキマティック。ラットってなんだろう。まあいいや、ちょっとこれ読んどきますね。なんだかわからないから、また後で確認しなきゃいけないんだよね。はい、ちょっとラットリムーバー調べてみますわ。ラットリムーバーモッド。Will disable the residential ability of radiated zombie for 90 seconds. あ、なるほど。武器につけるんだ。あ、ラットってのはレディエーションの略ね。はい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 。あのなんかね、光っている発光するゾンビがいるんですよ。で、それはみんななんか、ほっとくと回復しちゃうらしいんですね。で、そのアビリティを90秒間オフにしますよっていう、モッドみたいです。あった方がいいのかな。後半だよね。で、そろそろ出てきてもおかしくないんですよ。あの、発光ゾンビ。あ、ちょっとこれ、見とくね。はいはい。そろそろ出てきてもおかしくない。じゃあ次のエリア行きたいと思います。ここ、見たんだ。見てないな。で、こっから繋がってたんだよね。はい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 。はい、いただいていきまーす。はい。で、あとは、ここにゾンビさんがいて、上に繋がってんのか、これ。で、ここにあったね。はい。で、あとは、あとは特にないね。上行きますよ、上。上ちょっとね、複数体出てくると怖いけど。こいつ嫌い、ほら。こいつタフなんだもん。で、死んだふりするのが上手いんだもん、こいつ。頭当てないと。頭当てないと。おぉ、痛い痛い。よし、もう頭何発か当たってるでしょ。感染症のリスクは減らせるはず。よし、はあ、強いんだろうか、これ。食らいながらやる感じだね。で、あと勝手に回復するスキルも欲しいとこだね。ヒーリングファクターね。これも、もうちょっと、20秒に1ずつ経験でね、回復すれば、多少食らってもね、まあ、やっていける。食らわないのがベストだけどね。はいはいはい。で、ここはどうなってんの？おーおーおー。繋がってるね、随分。ちょ、これ食べちゃいます。これどこに繋がってんの？で、さっきのところか。もうこれ終わりかな？もうないよね。さあ、せっかく帰ってきたんで、トリプルなんとかモッドを作ってみようか。トリプル？トリプルストレージポケットモッドあった。アーマーだから3つ作らなきゃいけないのかな ?4 つかな。まあ、一応4つ作っときます。レザーとダクトテープとスクラップポリマーと、メカニカルパーツソーイングキット。わかりました。メカニカルパーツ、ポリマー、これで作れるんじゃない？トリプルストレージポケットモッド。OK。じゃあこれ3つとりあえず作っておきますね。はい。これかなり時間かかるのかな。さあ、続々とポケットがね、出来上がっておりますので、ちょっとアーマーを全部外しましょう。で、これが最も重要だから、私にとって。つけられるところは全部つけていきます。あ、これは無理か。これライト超便利なんだよね。で、これ、なんだっけ。これが3にならないと、2つにならないみたいなんですよね。だから黄色いやつ？黄色いやつからですね。残念。これはちょっと無理ですね。リロード 30% オフでしょ。これも厳しいなぁ。つけたいところではあるけど。OK！ じゃあ、スチールグローブには、大丈夫ですね。導入できますね。この1個だったやつを、3つにしました。で、レッグアーマーも、ダブルが入ってたんだ。はい。じゃあ、ダブルを外して、トリプルにしておきます。はい、コンプリート。で、最後にミリタリーブーツ。これも、1個しか入れないんだよね。もうちょっと性能がいいやつ欲しいな、そうなると。続々とできてるけど、頭と、あれは、足りないんだよね。もっといいヘルメットが見つかれば最高でございます。あ、ここまで来ましたね。あ、少し楽になったかな？ただ、防御力がちょっと犠牲になっております。さあ、この大豪邸見ていきたいと思います。ここ見てないよね、まだね。はいはい。じゃあもうガレージから直接ぶっ込んでいきます。
犬とかたまにいるんでちょっと気をつけたいところですけども、大丈夫かな。ちょっと武器をこっちに変えましたがどうだろうか。特にゾンビさんはいらっしゃらない。ここ後で全部引っ張らしますね。とりあえずゾンビさんを倒してから、あれもう見た？見てないよね。そうだよね。よいしょよいしょ。地味に地味にね、こうやってちょっとスタンしてくれるんで、おお、面白い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 。で、見てないね、やっぱね。一応見とこうか。はい、なんだ、カウボーイブーツ。これ売っても大したお金にならないんでやめておきます。上は大丈夫ね。はい、この部屋終わり。で、あとはここは大丈夫、いない。これはなんだ。はい、いただいていきます。ないね、ないね。はい、ありません。で、ここなんだ、スーパーコーンのレシピか。あ、これじゃない、これじゃない。どこを叩いてるんだ、どこ叩いてる。なんかこの先にいるっぽいぞ。あ、いた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 。ガンセーフまである。待って、おら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 はい、もう一回立ち上がるぞ、どうせ。はい、おいで。ここはさすがに、お、届いてる届いてる。結構リーチあるね。1ブロックと半ブロック離れてんだよ。早く早く戻ってこいよ、お前。タフだな、こいつ。でもいいね、ジャンプ。はいはい、殴られにおいで。よし、倒した。ちょっと待ってね。ここもしかして隠し部屋、隠し部屋ではないのか。はいはい、無理やり開けちゃってごめんなさい。ちょっとこれガンセーフ開けます。お、ストレート開いた。それはうれしいね。うおうおー、 M60 の青いやつ、これはいいんじゃない、これはいいんじゃない。これはね、いらない。はい、さようなら。だいぶだいぶすごいね。もうグレートの品質が 出始めたんだ。これはいらない。はい、あとは大丈夫かな。こっから先進んでっていいのだろうか。テレビ、テレビってこれやった方がいい。あ、かなりやった方がいいね、多分。はい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 。あとはナイトスタンド、ラッキーゴーグルズだって。ルートボーナスなんだと、なんだと。ちょっと待って待って、今はナーディグラスだよね。経験値 10% か。ゾンビ倒したりするときはこっちの方がいいかもしれないね。じゃあちょっとこれもキープしておいて、ルーティングにプラス50ってやばくない？やばいよね。あ、プラス15か。プラス15ってだって、どれだっけ、ラッキールーターだって10くらいしか上がんないんだよ。ほら、あと10で、あと10トゥールートボーナスだって。で、今、30プラスされてるんで45プラスされてる。ってことは、ほとんど4とか5のまでね、伸ばせるってことですね。はい、トイレが隠されてました。これでさらにいいものが出るってことですね。期待していいんですね。期待していいんですね。あとは特にないのかな。はい、上にも何もないかな。いきます。で、次アンロックだって。どこだ、どこに行った。これ上か、上だな多分。いや、いい部屋。おお、ちょっとこいつに格闘、近接格闘を挑んでください。まずは頭を狙って、インフェクトにならない状態にしてからちょっと距離を取る。うわぁ、走り始めた。ひるんでくれ、頼む。ひるんでくれ、硬すぎるだろお前。痛い。やっぱり勝てーよお前、お前勝てーよ。ちょっとこれ飲んどく。いや、別に自然回復するから、まあ、ほっといていいと思うんだ。ほっといていい。で、食えるもんだけ食っとこう。はい、ヘルス何だと回復するでしょこれで。細かいのは食事に任せよう。オッケー。いや、でも強いねやっぱりね。これもいただいておこうか。あ、しかもこういうの一発で削れればいいんだけど、残念。これなんだろう、これ、これいいな、この模様。
あとでペイントでね、勉強したいところ。はい。あ、これはテレビじゃないのね。キッチン見ていきまーす。なんだこれ。マッシュルームスポーツ。シードって、あ、来た、マッシュルーム。ありがてえ。ってことはこれ植えられるんだよね。日陰じゃ、ま、やっぱり日の当たらないとこじゃないと成長しない系？地下じゃないとダメなのかな？家の中とかに置いといてもいいかもしれないね。もしかしたらね。ちょっと削ってきまーす。さあ、1階は探索し尽くしました。ということで2階に行きましょう。2階はめっちゃ来そうな感じがするね、これ。いる。しかもめっちゃ硬い人だ。ちょっと待ってね。これを置く前に一発当てた方がいいよ、多分。あれ？当たってなかった？めっちゃ敵が多そう。ちょっと彼女先に芝します。こんな走ってくる奴ら無理だわ。ナックルじゃ。ナックルじゃ対応不可能。これしてない。これしてない。はいはいはい。優秀すぎる、やっぱり。おー、上、ありましたね。OK。いただいてきまーす。これと、箱まず開けようか。はい。箱壊しそうだから、これ。これもいただいておきまーす。はい。さあ、何かな？アイアンシャベル。アイアンシャベルね。まあ、これ高く売れますね。スチールの方が多分いいでしょう。スチールと比べると、やっぱスチールの方がいいんだよね。レンチも、レンチ一応もらっとこうか。はい。次。なかなか設計図出ないね。はい。あんまり良くない。はい、次。スチールグラブス。来たー。3が出たけど、アーマーレーティングが2下がるんだよね。ただこれ2つ装備、ああ、ダブルバレル紫。これは、ちょっと取っといた方がいいかもしれないね。ちょっと比較しよう。さ、最後のバックパック。ね。あとはないかな？ここ、これどう？これ。あー、入ってたね。はい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 。いただいてきまーす。これ体力回復するから、地味にね。はい。あとは大丈夫そうですね。じゃあ、この家も終わりですね。完全にもうひっぺがしました。もう、何にも残ってません。根こそぎいただいてきました。はい、ということで、あともう一軒ぐらい行けるかな？あともう一軒そっち行きたいところですけど。